とじゃあそれをですね、はい、その具体的に何か説明する、はい、なんか図解のようなものがあそうですね、分かりやすいですね。はい、はい、ありがとうございます。あの、うん、組織、はい、一人の人間が、うん、どれだけ多くの組織に、うん、こう意識の変革、影響を与えるのかっていうのをですね、はい、ちょっとここにあの模式図として持ってきたものがあります。みたいです。はい、はい、でこれねピラミッドになっています。一番上 の、 その、まあ、ピンクの三角はですね、はい、あの社長個人ですね。はい、で、その下のですね、はい、あの青い部分がですね、はい、社員さん。なるほど、はいはい、なっています。これが組織の全容ですね。そうですね、はいはい、この大きなあの一番大きな三角形はですね、はい、会社を一人の個人と見立てた時の意識の分かれ方になっていますね。ということはもう全部同じものであり、はい、繋がっており、はい、一つである、はい、はい、そうですね、はいはい、法人格と言われるようにあの、まあ、会社にもキャラクターがあると考えていただければちょっと分かりやすいかなと、ね、分かりやすいですね、はいはい、でここでですねあの表層意識と、深層意識ですね、2つあります。表層と深層、はい、確かにそうです。はい、はいはい、で会社の表層意識は、うん、これまあ図で見たらですね、はい、あのピンクの三角形である社長ですね、社長個人ご本人ですね、はいはい、これが会社の表層意識になります。表層、うん、はい、意識の役割は何か、うん、意思を決定することですね。意思を決定するのみですか。はい、はい、決定することのみが表層意識の役割です。うん、はいはい、だからまあ社長はね決定権があるわけですね、うん、はい、はい、でここのインフラに投入するのか人を雇うのか辞めさせるのか、はい、全部決定事ですよね、はいはい、うん、そしてこの青い方のですね社員の方はですね、はい、何かというとですね、会社の、深層意識に当たります。はいはい、ですから、まあ、深層意識の役目ですね、はい、会社を実際に運営していくっていうことですね、はい、あの社長 5% に対して、はい、社員 95%、うん、5で割り戻せば1対19ですね、はい、ですから20人の会社って考えると、はい、社長1人に対して、はい、深層意識である社員さんは19人という、ね、はい、イメージですね。そういうことですね、はい、それをお一人の社長が決める、はい、そうですね、はい、大体こういう感じかなと思いますね。で例えばその分かりやすいようにですね、あの帆船を思い浮かべてもらってですね、はいはい、今東京にいますと、はい、でハワイに行きたいんだ、うん、で、東京からハワイに行くっていう決定することはですね、これ帆船の船長である、社長の役割ですね、うん、はい、で実際こう帆船を、ハワイまで運航させていくのはですね、はい、社長キャプテンの役割ではなくてクルーですよね。クルーですね、はい、社員が帆船の方を張って、はい、相談をしてなんか食事をね切り盛りをしてるって、うん、はい、そういう役割をすると思うんですね、はい、でこの時にですね、うん、例えばいつも社長がですね、うん、決めた後自分の意思を撤回してですね、うん、ハワイ行くって言ったけどやっぱりシンガポールにしようかとかね、時々なんかそういうの見るような気がするオーストラリアにしようかとかね、はい、いうことをずっとやってきていればですね、はい、クルーなんて聞くかというと、はい、あ、またキャプテンハワイって言ってるけどそのうち変わるよと、うん、だからちょっと 2,3 日様子見ようぜみたいな、うん、ロスが生まれるんですね、はい、すぐに動いてくれないんですね、はい、でそうするとですね、限られた期間にハワイまで到達しないといけないのですね、2、3日のロスが生まれるとですね、やっぱ立てた新しいプロジェクトであったとしても、見込んでいた時期に予算が達成できないとかですね、でなっちゃうんですね。こうやって実は会社の死活問題になります。そうですね、生き物ですからね。そうですね、はい、利益を生み出すまではずっと経費が出し続けるので赤字を垂れ流します。その期間が1ヶ月あたり500万円だとすると3ヶ月伸びただけで1500万の赤になるんですね。でそれぐらいその会社の運営で、はい、わかりました、船長喜んでって言って砲張ってすぐにハワイに行ける、クルーを持っているのか、また社長変わるから様子見ようぜっていうクルーが2分の1いるのかでですね、会社の利益を生み出す速度ってもう雲泥の差が出てくるんですね。その通りですね、はい、まあ、それがまあ重要なんだよと、うん、まあ、お話ですね、うん、はい、で、これちょっとこの図からですね面白い話が、できます。ぜひどうぞ。はい、はい、ですね、何かというとですね、はい、社長のこの、まあ、社長のこのピンクの三角形の中でもですね、はい、上の赤い三角形が表層意識ですね。さらに何か色が違いますね。はい、はいはい、そうですね、
赤い三角形は社長自身の、社長個人が意思を決定する表層意識、はい、でピンクはですね、社長の深層意識なんですね。まあ、もちろんそうですね、一人の個人の中でも表層と深層ありますね。はい、はい、そうですね、うん、でおっしゃる通り、その社長のですね、深層意識を決定しているのは、まあ、社長の表層意識なんですね、はい、うん、じゃあ社長の深層意識ってどこに現れているのなんですけど、はい、これがその矢印で書いている通りですね、会社の社員さんに現れています。あ、まあ、これは本当にとてつもないね関係性なんですけどね。そうですね、はい、なので、あの社長の深層意識は社員さんそのものなんだってことをちょっとここで押さえていただきたいと思いますね、うん、なるほど、はい、重要なポイントです。そうですね、うん、これが今空間としてフラクタル展開したお話です。なるほど、はい、じゃ次ですね、はい、時間で展開していくとですね、はい、時間のフラクタル掃除系で展開していくとですね、うん、どういうことが読み解けるかというとですね、はい、あの社長の深層意識は先ほどのちょっとお話があった、うん、あの過去の自分、うん、そのものですね、はいはい、先ほどね、はい、図を見ましたよね、はい、家庭にあったという、はい、はい、そうですね、うん、ってことはですね、うん、社長の深層意識は過去の幼少の頃の自分だったんだ。で、この幼少の頃の自分が社員そのものなんですね。うん、ということは、うん、幼少の頃の自分が社員さんに出ている。うん、そうすると、うん、幼少の頃の自分が自分の父親にやっていたように、うん、社員さんは社長である自分にやってくるっていうね、関係性が分かる。まあ、ですので、はい、あのここからもですね、うん、あの幼少の頃の自分の行いがですね、うん、いかに特に社長であればですね、うん、あの社員さんに直結しているんだってことをね、うん、あの分かられると思うので、うん、それぐらいその自分の幼少の頃の自分の教育っていうのですね、はい、会社の売り上げにいかに重要なのかっていうのがね、うん、分かるかなと思いますね、うん、まあ、非常にシンプルだとは言いつつ、はい、外に現れている結果として出ている、はい、その形とか、はい、まあ、量とかお金とかっていうのは非常に大きなものになってるんですけど、はい、それをある、限られた期間の中で解決していくというのが、はい、そのフラクタルイノベーションランニングさんの特色なわけですけど、はい、ズバリ、はい、それはどのようにしてなさるんでしょうね。あ、はい、数ヶ月で、はいはい、ですからそのなんていうんですかね、先ほどちょっと表に戻るんですけど、はい、こちらですね、はい、あの今起こっている問題はですね、うん、事象としては拡大しているので、はい、あの金額も大きくなるし問題も大きくなります、はい、でここに直接、マネジメントをかけていくと、うん、大きな力と大きな長い時間がかかってしまうんですね、うん、はい、でそれではなくてですね、小さな力で、うん、レバレッジを効かすことが、テコを効かせることができるっていうのがね、うんうん、この図の読み取っていただきたいポイントなんですね。なるほど、はい、ですので、うん、短期間でなるべく、スパン短く、うん、でもあの収益を大きく取っていく秘訣は何か、どこにあるかというと、うん、ここを書き換えるってことで、うん、種の部分をあの成形すればですね、うん、木のどんな木になるのかを大きく書き換えることができるんですね、うん、なるほど、はい、分かりやすいですね、はい、中ぐらいの木だったのをですね、うん、一回種に戻してですね、うん、大きな木にしてみないかっていうことを書き換えるとですね、はい、ここに書き換えた瞬間、うん、深層意識は時間の、流れがありませんから、はい、未来も過去も今も一緒くたにありますので、うん、この過去を書き換えると、はい、現実としては深層意識が展開しますから、はい、大きな木になっていく短時間で、はい、はい、というのはね、あの一つメソッドの、まあ、なるほど、味噌というかね今日じゃあ第2回目ということで、はい、より分かりやすい事例をもとにお話をくださいました、はいはい、岡本さん本当にありがとうございました、はい、ありがとうございます。ああ、岡本さん今日もありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございます。もういつもパワフルな情熱的なことをたくさんいただくんです。今日でもあれ良かったですね。あ、これですか。銀座の、あ、これ銀座田中ジュエリーっていうね、あの金系でね、結構加工で有名な会社なんですよね。これちょっと作ってみた。ああ、すごいですね。本当に情熱的な方でね。情熱的な方で。では、0ポイント D。